こんにちは、岩井でございます。いや、りょうくんお久しぶりです。久しぶりだな。今日何すんの？カンジャンケジャンがめっちゃうまいところ知ってて、正直言っていい？うん。俺カンジャンケジャン食ったことない。マジ超うまくて、でこの辺だったらここが一番よみたいなこと言ってたから、うんうん、そこに行こうと思って。もうびっくりした。俺正直言っていい？ここ見て、もうソープ街やね。ここね、怖えよ。びっくりした。どこかソープしかない場所やねんけど、こんなとこにカンジャンケジャンの店あんの？あるんです。え、カンジャンケジャン以外にもビビンバとかもあんの？あるある。もう韓国料理屋でこの辺だったらカンジャンケジャンが一番うまいから、うん、食べに来る人はみんなこう来るよみたいなこと言ってた。あ、そうなんや、うん、チャミスルあんの？あるよ。いつもは知ったコンビニとか、まあ、普通のね、うん、お酒を飲んでるけど、そうやな、韓国編に突入しようというか。うわ、今日韓国豪遊飲み。そう。うわ、むっちゃいいやん。ちょっとめっちゃメガネ曇る。でもすぐそこに店あるから。あ、もう近い。うん、もう予約もしたから。撮影結果は撮ってます。うわ、ありがとう。いや、もうほんまにお腹空いてるから。ということで今回は韓国飲みということで、りょうくんがね、行きつけのカンジャンケジャンのお店を予約してくれたということで、カンジャンケジャン童貞ね、卒業していきたいと思います。どうぞ。これか。そう、いろいろある。うわ、むっちゃあるやん。サムギョプサル、カンジャンセウ。このエビマジでうまかった。これがカンジャンケジャンか。電話で聞いたとき、今日生タコはないって言われちゃった。あ、そうなんや。で、骨付きカルビ、チャプチェもあるやん。で、あとホルモン炒め。あ、これもあるやん。チヂミね。海鮮チヂミがめちゃうまいからな。これ最高じゃない？最高。もう俺の中で、このね、なんか醤油ケジャンと、うん、このカンジャウセーって、これ2個あれば最強。もう飯書き込める。ごめん。ほんまに老舗感ある韓国料理屋の。これだいぶ体質の悪いアドマチック天国の。え、アドマチック天国ある滋賀に？ねえよ。いいよ。はい、ということで店内にね、やってきました。もう天気めっちゃ良くない？めっちゃいいぜ。いや、これはほんまに楽しみ。盛り上がってるから、ガイアが、まあ、その雰囲気も全然いいね。そういう店っていう感じやから。じゃあもうとりあえず頼んで、もう早くビール飲みたいから、うん、クイッとやっていきましょう。結構ね、量多いから。ああ、そうなんや。あんま頼みすぎん方がいいもんな。死んじゃ。一軒目やからね、今日は長いぞ。おい。はい、ビール到着しました。で、キンキンちゃん。キンキンです。やばい、ほんまに飲みたい。うすうす。チアーズ。すごいね、これ。うますぎる。でも、すきっぱれ。いや、それがいいね。あ、それがいいのか。もうきめ細かい泡がぐわー入ってくる感じ。なんかこの角度やったらこうやってしまうね。肘ついてまうね。このカメラのこの斜めに向かって喋るから、こうやって喋るから、この肘はね、あんまり気にしないでね。モザイクかけとこ、その肘だけ。通し、お通しこんにゃく、酢の物みたいな感じだな。あー、最高。格的。格的からのビールいかしてください。うまっ。うわ、来た、カンジャンセウ。そう、見てこれ、めっちゃうまそう。手がちょっと汚れてたよな。そう、もうべっちょべちょになりながら食うもの、まあ、しゃあない、うまいもんにはね、そういうものはつきものやから。なんかもう、うわ、これを豪快に食うっていう感じやな。そう、生のエビでプリプリでもうみたいな感じで食うのよ。うわ、うまそう。じゃあカンジャンセウ食う前にこれ食っていこう。ビールかわいい。次何行くんすか？チャミ？チャミスルのマスカット。マスカット。いいよ。だ。こんなんなんだ。これがうまいよ。で、このコップに入れて、イテオンクラス風で言ったらこう横向いて飲まなかった。開封。うまそう。マジでうめえ。あ、ありがとうございます。はい。お疲れです。ビール会員してないけど。本当だよ。初めてだよ俺。そんな一気に肉まんなの？一口やで。そうなの？一口チャミスルはそこに入れたやつ。クッと、もうこれ本当か、コメント欄で教えてくれよ。ほんまやって。怖っ、危ないお子さんじゃない。え、飲みやすすぎ。これもさ、マスカット水じゃん。これね、これガチで一人で一本いったらまあまあベロベロなるから。え、これダメだって、こんなうまいの。いいよ。はい、カンジャンケジャン来ました。めっちゃうまそうやん。これね、やばない？しゃぶりついてチューチュー吸うわけよ。これをしゃぶりついてチューチューか。で、中のプリプリの身がね、口の中に広がるのよ。で、最後ここにご飯入れるんか。そうだよ。うわー、犯罪的うまさよ。やば。うわ、このダブルコンビやばない？そうね。
大好き大好き最高ありがとうな。脳をして俺酔っ払ったわって言ってるね。こうやってね、これ耳がついてるわけ。ああで、これをもうパクってやってチューチュー吸う。いただきます。で、なんかここ吸ったらこっちに回るから、ここも指とかで閉じて、ここ食うって感じ。そうそうそう、うまいよ。チャミスの準備した方がいい。うまっ。うまっ。ただ一つ言うのであれば 100% 動画向きじゃない。確かになんか豪快に食ってないや。豪快に食えないが、俺らだけが本当にうまい。チャミスの合うで。一回エビいきます。うまっ。あまりこれ今まで食べたことない味付けって感じ。うまっ。そんなにね、やっぱうまいうまいってもらえるとさ、嬉しいわ。いや、うますぎるやろ。その店に連れてきた側としては。韓国に来たのって聞いた。これいくない。でもね、パクっていけるべ。これはほんまえぐい。いきます。これダウンだな。俺エビ行くわ。行った方がいい。いただきます。チャミスル行けよ。その後に、うまい。クッと一口やで。わーいいね。韓国、韓国旅行やでこれ。来た。やべえ、長く。韓国語出ちゃうんじゃねえの。うまそう。出た。いいよ。海鮮チヂミ来たぞ。うまそう。この熱々のうちにこのタレにつけて食うっていう感じやな。しかもさ、今見た、こう近づけた瞬間ちょっと湯気が立ったわ。うわうまそう。しかも普通のチヂミと違くない。めっちゃでかない。なんかかき揚げみたい。チャミスルのピーチですね。うわうまそう。これとチヂミをいくって感じやな。うわーいい。これやばない。これをちょんちょんってつけて、うまっ。海鮮グワークルバ横向いて、あ、だいぶビーチ。うまっ。ちょっとアンジャッシュ渡部さんの声真似するわ。うわー、いった一口で。うん、うまい。いいよ。締め来たぞ。カンジャンケジャンのご飯絶対うまくね。韓国のりぐわー乗ってて、これはもう 100% うまいで。うまそうじゃん。絶対うまい。いただきます。今日一うまい。喧嘩とかはしてない。まとまってる。仲良しか。うん、締めにぴったり。やばい、止まらへん。もうラストクイッといって、これで俺は終わります。最高、ごちそうさまでした。いいよ。はい、ということで今回の終わりですね。いや、最高すぎん。やばいべ。まあ、あと残り6個食べてや。食べるよ。人生初のカンジャンケジャンで最後の締め、もうたまらへんな。撮影許可も取ってくれて、ありがとう。生臭いからいう感じでね、今後もね、だいぶその飲みも解禁されてきたから、ね、幅をね広げて、まあ、飲み動画はね、まあ、気合い入れてやっていきたいかなって思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でまた見てボーボー。